人里離れた神の森、何が起きても不思議ではありません。それに私は竜神様への生贄なのです。ほう、それで幾日もこんな森にいるのだな。翼があるお前に何がわかる。窒息するような偽りの中で生きていくより、生贄として死んだ方がどれほど幸せなことか、死の恐怖を知ったことがどれほど不幸なことか。そんなに月が珍しいか。珍しいのではなく、見とれているのです。さよ、懐かしくはないか。お前が拾われたあの日も今日と同じ香りがしていた。私は何一つ照らすことはできないのだ。お前の心は幸せだったのか？